今日こんなメンツで2016年、うん、確かに普通に使ってる履歴で使えるような選手は一人も入れてないな。うん、もう坂口とか山崎とか悲しいこと言うじゃん。うん、悲しいね。お、始まりますね。もう収録してる？してます。あ、多分してます。してるんですけど別に使えないとこはカットするから何を？プロスピ。なんで？え？ちょっと見てたら久々にやりたいなと思って。あの動画を見てたら、ね。あ、僕の動画ね。うん、僕の動画ってじゃプロスピやりたくなる動画なんだ。うん、へえ、登録者の悩んでるけどね。一時期の勢いはどこ行ったんでしょうね。まあ。試合とかないからね今。何試合って？大会。大会ね。いや、スピリーグの前までは良かったけど、うん、スピリーグ終わった瞬間にもうね。一月に多分20人30人ぐらいしか増えてないかもしれない。今月20人30人増えてればいいんじゃない、まあ、ありがたいですけどね、うんうん、でどっちにする？専攻高校。じゃあ高校で、はい、で僕専攻でいいの？うん、じゃあどうすっかな。今日の先発はうんと、じゃあ高橋奎二でいくか。充電大丈夫？充電はね、しながらだから大丈夫。20%ぐらいあるのかな。うん、20%。お、マー君ね、いいね。うん、さあ、ということでやりますか、プロ野球スピリッツ A。 結構久しぶりだよね。プロ野球スピリッツ A って言ったからエースでしょって突っ込まないと。あどうでもいいんだけどさ、うん、さあ、今回ですね、一応普段使わない選手をちょっと急に集めました。これ一番長岡さんとかですね、ちょっと今オーダー出しますけど、普段使わないメンツで固めてみました。ベスピがなかなか出ない。ベスピ出た。ベスピはね、出さないとダメだよ、基本だから。ナスピはよく出るんだよね。ナスピ、朝しちゃったよ。ナスピとか言うから三振しちゃったよ。だくで、何なんかこれ罰ゲームとかかけないとやっぱ問題やこれ、ね、確かに。罰ゲーム決めてよ。こういうの打たない。こういうど真ん中知ったまで打ってもね、面白くないから一応ね、見逃します。何球も来ると思います、こういうど真ん中ボール。罰ゲームは、罰ゲームね、うん、おやつ抜き。おやつ抜き、うん、子供にさ言う罰ゲームみたいじゃん。しょうもなすぎるだろ、おやつ抜きとか。なんかもっとまともなのない？おやつ抜き別にいいんだけど。あ、じゃあこれすごい。何？会社に、うん、徒歩で。やだ、普通にやだ。でお互い、俺はさ負けたらさ歩っていくじゃん。そっちはどうする？あ、打った、やばい、山崎幸太郎で。ナイス。さあ、バレンティン来た。昔のバレンティンですね、スピリッツが3000。子供2人連れてさ会社に行くわけじゃん、超最悪じゃん。無理だね、無理ゲーやん。洗濯干しとかでいいか。あ、今日の、うん、あー、ナイス。これやば、ナイス。普段ね、あのうちは夜洗濯干すんですよね。あのね、うん、その珍しいタイプかもしれない。朝バタバタするの嫌だから夜中干して、そのまま一夜干しです。魚の一夜干しみたいに、イカの一夜干しみたいに言いましたけど、一夜干しして次の日の日中もね干すというね。うん、あんま良くないよって言われるけど。なんで言われる、うん、なんで一夜干しダメ、美味しいじゃん。夜は干さない、夜干すのねって言われるけど。誰のお母さんにわしの、初めて出ました。わしの、なんで自分のことわしって言ったの。ちょっと動画意識してさ、わしとか言い始めたの。やめてくんない。ほら、娘が笑ってるよ、ゼロ歳の。ゼロベイビーが笑ってるよ。可愛いゼロベイビーが、2歳じゃ寝てるけどね。パパに似てるって言われてたけどさ、似てない。今日久々にさ、自分のアルバム、うん、昔のアルバムの写真見たらめっちゃ似てたね。似てたよ。なんか息子も娘もさ、2人さ、そうだけど、2人ともそうだけどさ、うん、ママの遺伝子が強いよね。うん、俺の遺伝子どこ行ったんだっていうね。でもパパにって言われがち。言われるよね、不思議だよ。なんか女の子だからっつってさ、うん、イメージで言うけど、なんかママの小さい子の写真見たらめっちゃ似てた。
どうでこれ打っていい加減ねえ、もうちょっとやる気ある全くないよね、これ打てないとか。さあ、清水さんいいね。いや、やっぱ普段使わない選手使うのすごい楽しいですね。あー、ナイスボール。内山さんってほんとなんか体ちっちゃいのによくあんなホームラン打つよね、うん、すごいよね。あー、どう詰まった、詰まってますね。あ、詰まってね、超えた。一応スピリッツ統一にはなってんだよ、うん、だからそんなにスピリッツに差はないはず。これね、守備位置変えた方がいいよ、ガイド前、前進から定位置に変えた方がいい。娘が、0歳児がコードをいじくってる。めっちゃ喜んでる。喜んでる、ほんとだ。いや、すごい。何スピリッツだって。いや、誰めっちゃ垂れてるよ。もう止まらないって、僕の打線。来週の夜ご飯のメニュー考えるとか。ああ、そうだね、うん。だってもうボコボコだけど大丈夫。来週のご飯、うん、来週のご飯ね、なんか決めてんの、でもなんか心の中では、心の中っていうか、先週さ、アンケンが風邪ひいちゃってさ、うん、唐揚げできなかったから。あ、唐揚げね、うん、いいね、唐揚げ作ってくれるの、うん、いいね。あと最近ハマってる千切り、あ、千切りキャベツね、うん、千切りキャベツをな、どうやったら実現するんだっけ。ごま油、うん、ごま油と鶏ガラとだけですか。だけなんだ。だけなんだ。あ、それであんなに美味しいんだ、うん、千切りキャベツをごま油と鶏ガラで和えて、うん、冷蔵庫で冷やしみたいな、うん、あれ美味しいよ、うん、でもあれがいいよ。何、千切りキャベツのスライサーを買ったのが良かった。あ、細かい千切りキャベツだもんね、うん、普通の千切りじゃなくて、もうボッコボコよ。いいの、8点で確かこれ強制だった気がする。そう、うん、やばいじゃん。やばいよね、もう終わっちゃうねこれね。罰ゲーム、ね、明日なんだっけ、洗濯か。洗濯もそうだ、うん、洗濯券あるってことじゃん。こんなにボコボコだったらさすがに。おやつ抜きも全部3つだよ。もうこのやる気のない守備、ピッチング、もうその3つの罰ゲームですよ。あなた、あ、ちょだけ使ってる。でもこれ打たないよ、もう優しいから。だけど罰ゲームは3つしてもらいます。いや、嫉妬でさすがに追い込まれてる場合だったら打つよ、普通に。あー、だからダメ、ゲッツーだった。あー、もう終わっちゃったよ、多分終わってる。強制コードにした気がする。あ、終わってる。アミー、なんで娘のせいでした。